九州一押しです。今回はフリーテーマということでございまして、久々の宮崎編でございますけれどもね、私がいつものように行ってまいりましたが、こんな日にロケをしなくてもいいんじゃないかなというような日でございました。一体どんなことをやってきたのか、それではご覧ください。どうぞ。どうも、森進一です。さあ、九州一押し宮崎編でございますけれどもね、今回はフリーテーマということで、宮崎ではですね、なんとやはりね、宮崎といえばこの海でございますね。私の後ろに見えますのがですね、日南海岸国定公園青島でございます。宮崎県はですね、この冬でもできるマリンスポーツということでございまして、今日はですね、宮崎でこの時期でもマリンスポーツってできるんだなっていうね、ものを皆さんにご紹介していきたいと思いますが、どんなことができるのかチャレンジしてみたいと思います。コンディションは厳しいが、果たしてどうなる浜田志郎。さあ、今回マリンスポーツを体験する場所は宮崎市青島ビーチセンター渚の交番だ。ここは一年中マリンスポーツを体験できる施設なんだ。インストラクターは山本博成さん。シローが独り立ちできるようビシバシ鍛えてやってくれ。今日は一番、今年一番のあれなんですけど、あれって何でしょう。今年一番の寒い日ではあるんですよ、風も。そうですよね。今回は何を体験できるんでしょうか。今日はですね、スタンドアップパドルボード、略して SUP っていう乗り物に、SUP、体験してもらいたいと思います。これはどんなものなんですか。これはですね、サーフィンのロングボードの大きい、あの乗り物にですね、一人で乗ってもらって立った状態で、で立った状態でオールって言われるパドルボードがあるんですけど、それで漕いで、クルージングしたりとか波乗りもできますし、最近では釣りや、レースなども流行ってきてるんで、そのボードの上で釣りをしたりするんですか。そうです、これなんか実用的ですね。でもね、そうですね、なんかいろんなもんです、でも難しいんでしょ。そうですね、最初はいろいろ人によって手こずったりとかすると思いますけど、今日は風が強いんで。そうですね、コンディション的には今日どうですか。今日はですね、5段階中難しいで言うと 4.5 ぐらい、4.5 ぐらい難しい。まあまあですね。一つだけ質問いいですか。はい。山本さん寒いですよね。僕もそうですね。今年一番ですね。そうですよね。今年一番です。じゃあこんな寒さに負けず、頑張っていこうと思いますので、それではレッスンの方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは SUP の乗り方を説明しよう。まずはリーシュコードを足首に固定して、ボードと体が離れないようにしよう。パドルはスプーンのように曲がっている方向を前に向けよう。準備ができたら立つ前に座って漕ぐ練習だ。漕ぐ方向とボードの動きを覚えることがポイント。そしていよいよ立ち漕ぎだ。座った状態から両手をボードについて、足を肩幅に開いたらバランスを取りながら一気に立つ。立ったらすぐにパドルを漕いでバランスを保つのがポイントだ。よし、覚えたようだな。それじゃあ、早速海に出てチャレンジだ。まだ行くんですね。まだ行きます。はい、もうちょい行きましょう。1月に海に入っております。はい、じゃあここから正座になります。ここから正座、よいしょ。ボールで飛びます。ボール頑張って飛んでください。はい、よし、こじか、こじか、はい、走
ましょう。腰噛みたい。腰噛みたい。オーケーです。山本さんに告げ。山本さん、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。いい経験をさせていただきました。いいものにさせていただきました。いやいや、いかがでしたか、僕のライディング。僕が教えた中で1時間っていうレッスンの中で、はい、あんなに立てる、早く立てる人初めて見たんで。本当ですか？本当です、本当です。あのみんなに言ってませんか？いや、言ってないです。本当ですか？でも本当に子供とかも早いんですけど、はいはい、シロさんの場合はもうあの勢いがすごくて風で波とかあったじゃないですか、はい、あれも熱い気持ちで乗り越えられたんで。いや、もう最短でした。いや、楽しみたいなという気持ちと、はい、やっぱり山本さんがかっこよすぎて、はい、あれを真似したいなという気持ちがもう一番だったんですけれどもね。本当僕は思いました、はい、宮崎の海は冬場でもあったかいですそうですね。 SUP は一年中体験することができるんだ。みんなも南国宮崎でマリンスポーツにチャレンジしよう。SUP、はい、チャレンジしてまいりましたけども、三浦さんね、サーフィンをされる方もいらっしゃいますんで、はいはい、どうですか？いや、ね、いや、僕もサップが、SUP ですか、もうやったことありますけども、あの強風と、あの荒れたか、あの海で、あそこまでで行ければ多分コンディションさえ良ければスリスリ行けるんじゃないかな。ありがとうございます。見ました、あのボード知ってるでしょ、あのデカさ、あれが今風で舞ってたの。いや、出ましたね。飛ぶんですよ。しちゃダメなんですよ、うん、あんな日にロケとか、うんうんうん、そこ否定します。そうよね、初心者が ねやっぱいるんですよ、サップ体験されてる方、はいはい、4人ぐらい奥の方にいらっしゃったんですけども、いたんですよ、すぐ帰ったもんね、あ、今日じゃないと思ってね、今日じゃないんだなって、でもね、僕一つちょっといい話だなと思ったのが、はい、よくサーフィンをされる方、僕知り合いの方がちょうどいらっしゃって、はい、すぐ何してるとって言われて、いや、ちょっと今日サップの体験にって言ったら、今日サーファーも言うぐらい、うん、でも、いや、でも三代くんが海嫌いにならんければいいねって言ってたんですよ。だからそれだけやっぱりその人たちもやっぱりこの宮崎の海っていうのがすごく好きでね、だからそれをチャレンジする人にそうやってやっぱり悪い印象を与えたくないなっていう、なんか海がどれだけ好きなのかっていうのをちょっとね感じましたね。その話聞いてちょっとホッとしました。じゃないと海嫌いになる映像ですもんね、あれはね。もうしかもね、海の方はまだいいんですよ、陸でレッスン受けてたのが一番寒かったんですよ。立って説明聞くでしょ、足に砂が埋もっているんですよ、埋もれているんですよ、僕は。たまりませんよね、全部ナレーションベースでしたけど。そうですよね、まあでもすごい楽しい、ね、やってみて、ぜひともよかったら、はい、本当にシロー君がうまいって言われてましたけども、バランス感覚がすごく養われる、体感がすごくいいと思いますので、まあ風のない時、まあ、一年中できるということでございますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、以上、九州一押しのコーナーでした。